This is フットボール、こんにちは、こんばんは、タイポンです。それでは、滝キャリーシャープ21やっていきたいと思います。さあ、今、順位表なんですけども、トットナム1位になりました。マンチェスターユナイテッドとまあ同率って感じですけど、ただすごいね、面白いね、順位表なんですよね。アーセナルが10位ということで、だいぶ調子悪いですね。ブライトも15位じゃん。レスター、未だ勝利してません。ちょっと、本当にこれはまずそうです。で、続いての試合が、ウエストハム。あんまり今シーズン調子良くはなさそう。お、マディソンスターメン、スキップもスターメン、そしてシュロッタベックもスタメン、いろいろちょっと変えてきましたね。コメントしてくれてありがとう。あ、ウエストハムがアウェイか。ウエストハムホームだとね、あのシャボン玉飛んできますからね、あれやっぱ見たいっていう気持ちはあります。さあ、ロンドンダービー、一応そうか、ロンドンダービーか。あ、じゃあちょっとこれはさすがにもう気合い入れていかないと、さすがに負けれないよね。しかもホームで下手な試合はできない。あー、ポロ、あー、それファールでしょ。それはさすがに、え、なんでビスマン別のシーンでなんかあったってことかな。別のシーンで、うわ、こんなことやってたの、ビスマン。ひど。あ、そっか。マディソンがスタメンだとマディソンなんだよね、キッカーが。タケじゃないんすよ。蹴らしてくんないんだよ。まあまあ、しゃあないか。マディソンうめえもんな。いや、来たかも。し。いやー、マジか。危な。さすがにそれ、入んねえよな、さすがにね。レッツゴー。ゴー。意思疎通が取れてなかったような感じだな、今。ダメ？来た！あー、何そのなんかぎこちないシュート。わー、ポステコも怒ってるよ。今のところ一回もクロスというかコーナーから得点は決まってません。来たかも！あー、来たかもってやつ全部来てないんだよね。そっち。間違えちゃった。シロッタ打て！うわ、ダーウィン邪魔した。嘘だろ。タケならある？うわ、痛そう。スタニシッチから、落とせ。強スキップ。はい。ダーウィンが走ってほしいね。そうなのよ、ダーウィン。君はそうなの。うまっ。いきなりうまっ。うわー、いいシュートだったけどね。ビスマ。めちゃめちゃいいシュート。かっけえな、髪型。ああいう髪型似合う人いいな。打て！あとちょっと。もういいずじゃん。いきます。ちょっとなんかクロスからの、あれが減っちゃってんだよな。え？てかそもそも、中に入ってないな。今、マディソンの位置、ちょっとそこか。なるほど。多分、なんか選手の指示的に、あんまりクロスの時は中に入らない的な感じになってるのかもしれないな。やっぱザハリャンとは違うもんね。なんか、動き方というか。ダーウィンに合わせないと、ないんだけど。どう？やばない？やば。今のパスはちょっと気持ちよすぎたな。すごかったね、今の。ただ、マディソンに通ったんだけどね。いやー、ちょっと今、本当のこと言うと全然マディソン狙ってなかった。ダーウィンも狙ったんだけど。なんか、なぜかいい感じになった。さあ、ダーウィン。おー、すごい。すごいスライディング。うまっ。ダーウィン？うまいよ。マジか。うまっ。トラップがうますぎたわ。っていうか。ここ。ほら。なんかもう、くるんって。ダーウィンがちょっと覚醒しだしてるかもしんない。あれ、ほら。すげえ悲しんでたな。なんかすごい。悲しい気持ちになった。アレオラのこと思ったら。あ、ビスマに変わってロチェ・ルーソー。こっちもどんどん選手を変えて。ダーウィンこれ得点はあるな。5点でしょ、だってもう。さあ、ダーウィン。もうワンタッチで。ヘディング。弱いね、ヘディング。いける！バボー！マジか。決まると思わんかった。うわ、痛い。背中痛いって。背中痛いって、それ、タケ。ちょっと今何が起こったかちょっと一瞬分かんなかったけど。ここまた抜いたぞ、今。すご。また抜いた、多分。ここほら。多分また抜いたはず。あ、モイズ、おこだよ、おこ。いや、まさか。ワンゴール、ワンアシストできるとは思わなかった。結構言うて攻められてるから。さあ、2対0。左上のスコア。おっと！危な、ポストか。はい。神パスじゃない？オフサイ。
はい、ここフォロー走って、ええよええよ、さあアシストしたい、マリソン、むずいよな。いやー、タケ大活躍できたんじゃない、マモ様チェ。まずはダーウィンのゴール、これはタケウィンだよね。まあ、でもダーウィンこのトラップがうまかったわ、明らか。シュートもうめえし。どうした、うますぎるだろう。また抜いたよね本当に。さあどうだ、また抜いてるはず。お、一応抜いてる。うわー、なんか奇跡だなこれは。正直コースもめちゃめちゃいいとこ行ってるし。この角度から見ていきましょう。おお、タケめっちゃ滑っとる。ちょっと待って、面白すぎるだろ。タケのね、芝遊び、タケの芝遊びがもう多分これ起き上がったら笑顔になるやつでしょこれ。めっちゃ笑顔だったわ、起き上がったらめっちゃ笑顔。っていうか待って、サディク、ブレントフォードに移籍してる。しかも6ゴール決めてんじゃん。マジかよ。サディクもプレミア来たんだ。さあ次はノッティンガムフォレスト。ノッティンガムフォレストのホームでの戦いとなります。さあ行きましょう。いや、このなんか夕方ら辺の天気。夕方ら辺だよね。これぐらいのいいな、天気。すごくなんか哀愁漂う感じがあって。おいおい、ファールだね。もうさあ、ちょ、タケに結構厳しいよ、みんな。まあ、認めてくれてるって意味なのかな、こいつは危ないみたいな。で、この目線でやりたいよね、選手キャリア。将来的に出そうだけどな、FPS 視点の。うわ、うわ、うわ。さあ、蹴らせていただきます。ただ遠いね、ここは。さすがに。味方呼ぼうか。ここでこうでいいんじゃないの？で、ダーウィン走らせて、こう。打て。あ、欲しい。いやー、無理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 。どうだ、さすがにね、分かってますよ。やっぱ細かいドリブルできんのは強え、正直。ああいう場面で細かいドリブルでちょちょっていけるから。ここでタッチが細かいと、ほら、これがタケのやっぱ強さ。よし、うますぎる。どんどんゴール決めていこう。4ゴールか、9試合で4ゴール。まあ言うて、そこまでね、やっぱ得点ランキングの7ゴールとかに比べると。まあでも追いつけなくはないか。わーい、うまいでしょ？今のはうまいです。あ、やばい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 。はいはいはい。はい。どうぞ。No, no, no. いい。フォロー。いい。いや、違うんだけど、俺、ビスマにパスしたかった。もう今、完璧だった、パスワーク。やばい。食らってる。いろいろ食らってる。あぶね、スキップナイス。よく戻ってた。はい、いいよ。どんどんパスして。はい。ここ。ダメか。強い。どう？ビスマ、打て。止めるね。はい、サイドがだいぶ空いてます。素晴らしい。ギッテンス使って行きたいからね。おお、うまいね。エランガじゃん。なんか、ウィリアムズ。なんか結構あれだね。ノッティンガム。各ビッグクラブの若手みたいなやつが結構いる説。いや、終わったか。ちょっと左サイドから行ってやろうかなと思ったけど。1点じゃ物足りねえ。この今流れ、展開的にはすごく良くなってるから。後半は引き続き。危ない危ない危ない。はい。はい。いいよ。マジでいいぞ。いや、おお！いや、ギマラン。ギマラン。さあ、サイド使って、ギッテンス使って、ギッテンスな、それ。ああ、取られた。ドミンゲスやるな。さあ、ダーウィン。お、来た。よし。さあ、どうです？へったくそー。ミスった。ファンウィジョ入ってきた。マジか。ファンウィジョってあのファンウィジョでしょ？ガンバ大阪にいたよね、ファンウィジョって。マジか。今、ノッティンガムいるんだ。
ダーウィンどうする？いやーダーウィンそこでね、あんまりちょっとアイデアがないというか。さあここイスマ、いやマジか、タケにパスしてくれた。ダーウィンそこ見てたんだ。ちょっと今の嬉しかったな。さあエランが変わっちゃうのか。ハドソン・オドイ、こっちはマドソン、マドソンなんか混じっちゃった。マディソン、ハドソン・オドイのハドとなんかハドソンと混じっちゃった。何言ってんだ。さあこれ決めてくれてもいいよ。決まらないね。お、打て、あ、惜しい。あ、空いてる、がっつり。あ、終わったな。おー、ロリス。さすがのロリス戦。はい。では、ダーミン走って。さあ、ここ。いやー、ちょっと違ったな。さあ、デイビーされてきた。てか、なんだかんだ1点しか決めてないんだよね。なんで、ちょっとリアルに1点取られる可能性は全然あるから、今。結構攻められ気味だから。そこが怖いです。はい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 、はい。はい。ポロ見てるよ。ペドロポロ。はい。打て。惜しい。ほな、ちょっとでかいやついたな。どうだ？来た！いや、惜しい。さけ、ここちょっと。自己中で行かせて。自己中で行かせて。打って、ダーウィン。止めますね、キーパー。いいキーパーだ。さあ、どうですか？来たんじゃない？今回こそ。落とせ。マディソン打ったか。何？やっと！PK だ。これ、ダーウィン蹴る？さあ、ダーウィン頼むよ。決めてくれよ。冷静に決めてくれ、冷静に。頼む。決めろ。うん、まっ。うますぎ。うますぎです。何点目？君。6点目か。マディソンのおかげか。タケが起点になっても、なったと言ってもおかしくないか。過言ではないか。タケからのコーナーだからね。PK うますぎな？ダーウィン。あ、止め。読んでても止めれないんじゃないか、今のコースは。さすがに。あ、もう1点はいけそうな予感はある？あ、もう時間ないか。さすがに。どうです？ええんじゃないの？マリソン。ああ、パス要求しちゃった。ごめん、最後崩しちゃった。いやでもなんだかんだ 2-0 か。タケのゴール見ましょうか。これは非常に素晴らしかった。こう理想的な感じだったな。はい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 、来ました。スカウト来た。マジで稼ぎ時だぞ。しかも相手リーズ、堂安いますよ。いや、これベスト面じゃないマジで。このスタメンが。マディソン、ダーウィン、タケ、エンドンベレ、ギマラン、イズ、ビスマ、レギロン、ショロッターベック、ガルシア、ポロ、ロリス。これが一番いい気がする。ディスフト。堂安いるかな、スタメンで。でもさすがになんか、結構決めてる感じだからスタメンか。堂安を見つけろ。あ、いた。左にいる。堂安いる。マッチアップはしないな、堂安と。ちょっとマッチアップしたい気持ちはある。なんでちょっとあえてそっちの方に行くっていう作戦もありですね。ポロ。ここどう？ダーウィン。いや、いい。マジでいい。来た！今のでもよかったよ、今の流れは。堂安の前でちょっと見せつけたいね。違いを。スカウト着てること忘れんな、竹。来たぞ！全然来ない、いつも。ちょっと高め。シロタベック。うわ、惜しい。ドアに挨拶だけしに行ってくるわ。あ、いた。お、よ、どう？ドア、よ、リツ。よ、リツちゃん。よ。あ、やべ、来た。ドアン来た。よ、リツ。よ。よ。ミスすんなよ。危な。ドアンやん。ガチでドアン中心のチームかもしんない。オーケーオーケー、止めろ。ふざけてらんない。サイド使っていく。マディソン。はい。いいよ。ブルのゲーム、あ、ポロか。ポロ。イエス。来た！あ、マディソンじゃきつい？うまっ！待ってくれ。ギマラン上手すぎ、それ。いやー、レベルが違うかもしんない。
彼はワールドクラスの選手だから言うて、マジでうまかった。シュートアウトサイドうますぎ、さすがに止めれないでしょう。本当にちょっとダーウィン・タケ・ギマランがトットナムのもう格だわ。完全にこの3人がちょっと多分抜けたらこのチーム終わりです。やばいぞ、あっという間に決められちゃったじゃん。その堂安じゃないっていうね、なんかタトゥー入ってる感じの誰だろう、なんて名前、ルッターでいいのかな、ルッターかな。うまかったねシュート。シュロッターベックちょっと寄せ遅かったね。反省して、シュロッター反省してください。倒せない、オフサイか。今あのセンターバックギリ残ってるかなと思ったけどね、めっちゃギリギリじゃん、めっちゃギリギリ。おー、いい、すごい軌道リアルやな、この場面で、このカメラで見るとボールの軌道。いや神パスやん、マジで神パスじゃん。期待に応えろ、決めて。誰今パスした人、神パスすぎた。ダーウィンそのシューしかやんないやん、他やんないの、他レパートリー。まあこれ自分で行くっていう選択肢あったけどね、さすがにちょっとダーウィンがここにいい感じで走ってくれたからね、パスしますよそりゃ。ダーウィン7ゴール目やばいね、トッテナムで覚醒していくかも。いや、いい前半、いい前半、逆転できたのでかいよ。ただリーズはまだ多分点取ってくる可能性は全然あるというか、そういう動きをしてくるんで、そこは気をつけたいですね。もう俺気をつけようないんですけど、まあ堂安に気をつけてほしい。まあでもちょっと堂安にゴール決めてほしいっていう気持ちもなくはない。うわー、メキロそれちょっとやばいんじゃない。あ、イエローか、よかった。堂安怒ってるよ、堂安怒ってる、堂安怒ってる。そりゃそうだね、正直今のはレギュンちょっと やっちゃダメ、それはやりすぎやりすぎ。うわ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 、いやこいつ怖いぞ。おい、やばい、堂安あぶねー。堂安の今いい体勢打たせてたら結構終わってたかもしんない。堂安が結構中央で絡み始めてきたな。あ、まずいぞ、堂安にパスさせた、まずいぞ。ガチ堂安じゃん。いや、今うまかったもん、明らか。言ったじゃん。でもなんか悔しいけど嬉しい自分もいるっていう、なんか変な感覚。いや、堂安やっぱ決めるか。ロリス止めれません。いや、ちょっと2対2。これまずいですね。さあ、ロチェルソ入れて、活性化させましょう。でも最後の最後にやっぱトッテナムに勝利の女神が微笑むということは、俺はもう分かってるんで。やばい、ミスった。ちょっと逆転だけは危な。いやー、ちょっと待ってくれ。いい感じのところに全部ボールが転がっちゃってる。ナイス。いやー、もうマジか。もうダーウィンゲーじゃん、正直。ダーウィンゲーですよこれ。おいおい、なんかブルノ・ギマラインスだけ全然なんか今棒立ちだったけど、あい、強すぎる。どうしたんだ彼は。いや待って、81分、さあ81分よ。あとはもう守るだけじゃない。マジ救われてるわダーウィンに。おら、いやー惜しい、そういうの決めてみたいのよ。落として、あ、びっくりした、入ったかと思った。またダーウィンかと思って。あ、もうあと、もう時間ないよ。おっと、相手疲れてるな。よしよしよし。はい。どけ、どけ。さあ、ここ。うわぁ。今見えてたけどね、めっちゃいいとこにはボールは行ってた。うわ、これは。ダーウィンゲ。ガチダーウィンゲ。さっき 8.1 か。ワンアシスト。これがでもちょっとパスしたやつ誰だ？もうめっちゃうまかったな。これは決めさせていただくよって感じですよね。バルサへの道、結構、もうだいぶ近づいてますね。これは達成できるな、絶対。おいおい、待て待て、待って待って。アーセナルからのユナイテッドってなってたな。まあ、正直今結構勝ててるのって、だいぶ下位のチームとかと戦ってるからだからね、こっからユナイテッドだって今周囲でしょ？チェルシーとか。
こっからリバプールシティとか来るからね。怖いな。はい、それではタキキャリシャープ21。ここまでにしておきましょう。とりあえず次回、アーセナル、そしてマンチェスターユナイテッド。結構タフな試合が続きます。カラバオカップ一応ベスト16ですからね。アーセナル言うて、リーグ戦戦った時は 2-0 にしたけど、結構強かったから、さっきのゴール、それかアシストで勝てるように頑張りたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それではまた次回のタキキャリでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。